よ、朝日ひなたです。皆さんこれ何かわかりますか？これはですね、ラップのケースなんですけど、これ買った経緯がですね、なんか結構前に、なんか裸のラップがうちから見つかりまして、ケースがなくて、なんか嫌だなと思ったんですよ。なのでそれ専用に買ったんですけど、なんかこの長さが足りなくて、まあ使わずに早数年が経ってね、まだまだっていうか、早数年が経って放置されてたんですけど、なんか使い道がないかなって思ってずーっと考えてたんですけど、なんとこの大メダルあるじゃないですか。大メダル、なんとこれぴったりなんですよ。ほらぴったりなんですよ。なのでこれメダルケースにしようかなと思って。すごくないですか？これラップのケースですよ。ラップのケースがなんと大メダルケースになって、ちょっとワロタって感じなんですけど、これ確か100均で売ってるんで、どこに100均かは忘れたんですけど、これ100均で売ってて、ほら閉まっちゃうんですよ。すごいね、ワロタって感じなんですけど、もしよかったらね、このラップのケースを買ってメダルケースにするのもいいかもしれないですね。はい、ということでね、そういう動画でした。はい、ということでね、おたかつ楽しもうぜってことで、もしこの動画が良かったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますということで、じゃあバイバイ。よ、朝日ひなたです。ですね、これ結構前に工作用にラップを使おうと思ってこのケースを買ったんですけど、でもなんかサイズが合わなくて結構放置してたんですよ。でもこれなんか使い道あるかなと思ってずっと置いてたんですけど、ないまま数年が経って、なんとさっき撮影する前になんとラップのケース以外。よ、朝日ひなたです。今回はですね、このラップのケースなんですけど、これ工作用になんかラップ使いたいなと思って、でも箱崩れるの嫌だなと思って、これ買ってずーっとね使わずに早数年が経って。よ、朝日ひなたです。これラップのケースなんですけど、これ買っ、よ、朝日ひなたです。皆さんこれ何かわかりますか？これはですね、ラップのケースなんですけど、なんかこれを買った経緯が、工作用にラップ使いたいなと思って買ったんですけど、なんか箱崩れるの嫌だなと思って。よ、朝日ひなたです。今回はですね、このラップのケースをですね結構前に買ったんですよ。というのも、なんか裸のままになってる。よ、朝日ひなたです。今回はですね、このラップのケース